今日は直子の桜餅。今日何やんの？今日何やんの？今日？待って、始まってる始まってる。うん、始まってる。分かった分かった。今日何？ちょっと待って、ズームってさ、声かぶったらさ、全く聞こえへんくなるからさ、ここはさ、しっかり様子見て一人ずつ喋るように。はい。はい。ということで、本日は A チャンネル明日咲くこと桜本直子の32歳の誕生日をお祝いしたいと思います。そういうことで集められたのか。だからか、気づかなかったよ。おめでとう。でせっかくだから、何なんかあんの？明日は何もないよ。ないんかい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ナホミの準備良すぎない？なんなんその目の前。え、なに？あ、え、なんかどうする？じゃあ最初ハッピーバースデーでも歌っとく？そうだね。なんだ、なんだ、マジで。すごい。ハッピーバースデー。アメリカ、チャッカマンでかすぎ。お、チーズケーキないわ。せーの。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデー、リエサブ。ハッピーバースデー、トゥーユー。おめでとう。イェーイ。前書きすんかい。やりたかったよ。おい、一人で やってんな。みんな準備は悪くない？え、っていうか、ちょっと思ってたの、ナホミ近くね、画角大丈夫的なこと、うん、思ってた。うん、そしたら、すごい、うん、さすが。かぶってたからあんな近かったんや。まあね、なるほどね。だって企画してくれた、呼び込んでくれた方よりも完全にやってる。いや、準備良すぎ、マジで。いやいや、それはさ、当たり前に。え、食べんの？食べんの？朝ごはんなの？食べない。食べない。ちょっと待って。食べない。ちょっと待って。うまそう。食べてる。え、でもやっぱバカだわ。こいつらバカだ。これ何？え、何味？これブルーベリーマフィン。うまそう。うん、でしょうね。いいの？ほんといいな。じゃあみんなでサクのいいところを一個ずつ古今東西で言ってこ。はい。コポンと同じ行くってどういうこと？ダン、ダン、なんとかみたいな。あー、なるほどね。誰から行く？はい、はい、はい、一番。だって、左、出てくる。左に行く。いやいや、私一番左にいるんだけど。あ、だって。自分が一番左にいるだろう。そうなんか。じゃあ、みんな一番？うん。いやいや、それはおかしい。りょうから。え、りょう。はい、次は？おい、じゃあさ、雰囲気でさ、入ってこ。失敗するな、それ。失敗するからな、絶対。OK。いいね。うん。じゃあ、りょうから。これから始まる、古今東西。え、さっきフライングしてる、一人で。フライングしてる。古今東西じゃない、あのリズム。それな。小さな虫がいた。筋肉ムキムキ。筋肉ムキムキで怖い。見えないでしょ、筋肉。やって。ちょっと練習してみて。何の練習？怖い怖い。すげえ。いいよ。叩く練習せんで。え、りょうから始まる。うん。いいよ。はい。それなら一人でやってくれよ。うん。え、わかった。一番。え、一番。頼むぞ。一番だ、一番、一番。え、イエーイは言わないの、みんな。うん。はい、いいよ。りょうから始まる。イエーイ。お前が言うんかい。痛かったよ。痛かった。待って、一番だし。悪い悪い悪い。もう一回もう一回。イエーイはみんな。悪い。じゃあ、りょうから始まる？イエイ。イエイは？りょうが言うんでしょ？りょうが言うんでしょ？りょう、あげた。りょうから始まる？イエイ。古今東西ゲーム？イエイ。僕はおしゃれ。優しい。やさお。同じだろ。待って。ちょっと待って一緒3番入ってくるタイミングも遅いしいや、まだ3つ目うん、ごめん、はい、もう一回いきます。じゃあ、あの、
失敗したから。もう少しあるよね。わ、明日から始まるのね。おい、ふざけんなよ。失敗したから。失敗したから明日から始まるな。いいよ。行くで。明日から始まる。古今東西。イエーイ。気が利く。笑顔が可愛い。笑顔が可愛い。な、何なのその笑い、何量だよ次そうか、そうか、忘れてた。いい匂い。待って待って待って、言った後パンパンしないで、私がパンパンするから。おいおいおい、さっきからどうぞどうぞ。いいよ、パンパンした。上行ってやってから、ね、パンは2回。真面目。ガラスのハート。いいとこ。ガラスのハート、いいとこなの。褒めてんの、ガラスのハート。褒めてるよ。で、繊細ってこと。何、どういう繊細。ポジティブなのそれ。ポジティブ、ポジティブ。だから、あの、聞いて。だから、ガラスのハートってことはさ、やっぱりさ、傷つきやすいってことや。うん。で、真面目に考えすぎちゃうってことや。いや、真面目に言ったけど。いや、ちょ、真面目に考えすぎちゃって、こう、なんかほら、反省がすごいっていうか。え、ポジティブなそれ。ポジティブや、反省を良くするってことや。そして、より良い、っていく。まーめ。急に始めんだよ。考えとけよ、ちょっと待って。ほんと。キック力がすげー。え？キック力がすげー。え、朝だっけ、ちょっと誰パンパンした人。ねえねえ、人のパンパン取らないでってさっきから言ってるよ。ある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 。はい、ちょっと待って待って、何がいいかな。考えとけよ、ほんと考えとけ。ねえ、さっきのせいでさ、全然出てこないから、成立しない。なんで直子のせいなの、それで。直子が悪いみたいな。え、まだ言いたいことあったし。なに、じゃあ、古今東西は終わり。イエーイ。イエーイじゃない、これ、JA じゃない。言いたいこと言っていいよ。うん、食べるよ、食べんなよ。古今東西で言いたかった。食べるよ。古今東西で言いたかった。じゃあ、いいよ。明日来てるよ、古今東西。じゃあいいよ、それ、ポンポンポンから入っていくよ。アーマが似合う。続けて、続けて。アーマ全部言ってっていいから、言いたいこと全部。強制成功。黒髪も似合う。ご飯はさ。マジで心配だ、ホミ。私努力家、散歩好き、山登り。山登りってなんだ。人生あらがわない。終わり。まあ、編集するのアスマだから。終わり。なんとかせ、なんとかせ。古今東西の次は何にする。え、ちょっと待って、ごめん。これさ、どういう企画というかさ、みんなで祝おうっていう回じゃん。そう。え、流れとかないの、別に。なんかもういいの。ないよ。こういう感じで。うん。あ、そう。オッケーオッケー。うちらのこの素を見せつつ、なお子をお祝いしようっていう回。確かに。素出まくってるの、これ。なろ？食べてない。素しか見てない、なんか。食べない。普通にテレビ電話してるみたい。そうそうそう。そうそうそう。食べるなよ。それ、それがさ、いいやん。なお子も嬉しいやん。確かに。なろ？だって自分の家でさ、自分の話してくれてんだよ、嬉しいよね。そうなんですか。え、すごい嬉しい。めっちゃ。ねえねえ、全然食べてないのに見えてんじゃん。じゃん。めっちゃ食べてる。めっちゃ食べてる。受ける受ける。ウケねえよ、そんなに。食べてるの知ってたぞ。だから、半分は奈緒子に残しといてあげてよ。確かに。届ける。でもこっちから見たら食べてるように見えないから大丈夫。うん、確かに。どうしよう。うん。うん、はい、次、ナオコについて何喋る？じゃあやっぱり外せないのは、あのアルビ戦でメグに着るリフトで抜かれたプレーについて。そんなすごい、そのみんなその絵出てくるの？出てくる。うん、出てくる。出てこないんだけど。え、ほんま？あれもうツイッターとかですごかったよな。マジ外国人だ。マジ外国人で、あんたもな。じゃあみっちょん、はい、あの状況を説明して。待って、でも私なあちゃんの今の髪型すごい好き。今ありがとう。すごい、すごい好き。さっきだって、さっきがショートが好きじゃやからじゃん。ああ、そうかも。え、じゃあアスナのこのセンター分けについてはどう思う？あんまり好きじゃない。やば。めっちゃ好評なのに。
なんかあんまり好きじゃないそのわけ。まあそういう人いる。まあでも、うん、そうそう、好き嫌いはそれぞれだから。センターパートあんま好きじゃないって一緒いるよな。まあさ、うん、あんま好きじゃない。どういう髪型どうでもいいよ。うん、どうでもいいから、はい。ナオコについて喋ろう。ナオコさ、ナオコさ、ジーニアス T シャツめっちゃ買ってるよな。ありがたいわ。ジーニアス。ナチョも買ってくれたんだけど。それな。なんか何でも買ってくれる、優しい。そうやで、うん、何でも買ってくれる。優しい。ジーニアス。あ、じゃあさナオコにさポーズ送ろう。いいよ、オリジナルのポーズ送ろう。自分たちで考えて、みんなバラバラでいいから。わかった、いい、せーので出そう。うん、待ってそんな早く出てくるのみんな。何、はい、今流行ってるポーズある、自分で。うん、わかった、せーの、ビッグキュンです。何それ、ビッグキュン、何それイエーイ。ねえ、りょうとさアスのやつは何なの。流行ってんだよ今これ。なんか使ったことないけど使ってみた。ちょっと待って、さっきオリジナルじゃないじゃん。え、オリジナルじゃなきゃダメなの。そうだよ、そうだね、これオリジナルでなんで2人かぶるわけじゃん。違う、これオリジナルやから。それオリジナル、オリジナルじゃねえだろよ、もう2人同じの。なので分かったよね、これ見て、ビッグキュン、ビッグキュン、ビッグキュン、やべえ。そう、これ流行るよね、これ流行んねえけど、いいよ、これビッグキュンで。じゃあビッグキュンで何それ、ナオコに何のメッセージ。え、だからキュンだから、このほら大きくハート、これのビッグバージョン。なるほどね、なるほどね。え、うん、ビッグキュン、うん、ビッグキュン、オッケーオッケー、大きいハートってこと。わかった、クラブってこと。あ、ほんなら、さっきはオリジナル考えて。さっきパクんな、さっきそれはビッグキュン、ビッグキュンじゃなくてオリジナルのポーズ、オリジナル。え、それは何なの。え、これがスモールオリジナル、スモールキュンだとしたら、これがビッグキュンで、うん、中くらいのキュン、うん、ミディアムキュン。あ、オッケーオッケー、それでいい。それハッシュタグじゃん。ハートに見える、見える、ハッシュタグいいよ、これでいいよ、ハッシュタグガラスのハートでいいよ。あ、オッケーオッケー、じゃあそれで。オリジナリティ足りない。オリジナリティ足りない、うん、パクリすぎ。いや、お前らが同じな時点で言うな、オリジナル語るな。本当そう。え、本当そうよね。おかしいよね、オリジナルって言ってるのに被るの。絶対多分今回会った時にどうせそれ思いついちゃったんでしょ。流行っちゃったんでしょ。ヨガの。ヨガいきなりこれしたからさ、もうこれしかないの。それは何ていうポーズなの。なんか誰もやんないポーズ。でしょうね。はい、中指立ってるしね。はい、4人でやろう。4人でやろう。誰もやんないと思うわ。4人でやろう。これはトスさんにできるだって。そう。いくで。じゃあみんなカメラに向かって。はい、ポーズ。よし、完璧。次は？これサムネになるから。これは？これ。これとこれは？あ、りょうくんちょっとこうやってやるとキュンじゃなくなるから、もうちょっとこうやって。わかった。ここの。じゃあこれも。もうちょっと意識してほしい。じゃあさ、こうやって、はい、片方に寄って、ここにナオコの顔入れるから。どこ？ナオコ合ってる？どう？もっと自分こう寄って、ここにナオコ、横にナオコ、横にナオコ入れるから。あ、こういうこと？そう。腕はこう、ナオコ上に入れるから、顔ここに。あ、こういうこと？そう。どっちでもいい？どっちでもいい。どっちもいい。いくで。はい、チーズ。オッケー。これもサムネに。はい、次ハッシュタグ。サムネ何個？どんだけサムネなんだよ。はい、ハッシュタグ何個あんの？ハッシュタグいらん。いらんの。どんまい。どんまい。大して気にしてねえわ。うん。なんか、あとさ、何がいいかな？あと何がいいと思う？あとは、そうだな。じゃあ、サクを誕生日で喜ばせるなら何をするか、一人ずつプレゼンする。そうで、サクに後で聞いてもらって選ばれた人はそれを実行できる。いいね。いける。あ、じゃあだからもう実行可能なってこと。うん、そう。でもあの予算は全部サキだから別に。あ、オッケー。オッケー。いくらここの財布になったんだよ。いくらでも。
ったよ、うん、ナイス、そうしよう。あ、じゃあ私から行く。はい、どうぞ。早くですね。はい、誕生日当日に時間を奪うなんて私はそんな野暮な真似はしません。まあお誕生日のちょっと前かちょっと後ぐらいに遊ぼうって言って時間をもらって、そうだな、まあさっきのお金があるから、まあどっかちょっと季節も季節だし、ちょっと涼しくはなってきてると思うけど、まあクルージングでも行きながら、シャンパンは別に飲まないから、ジュース片手に私がカラオケ歌ってあげる。選ばれない絶対それ絶対選ばれで、多分なお子を喜ぶと思う。それで終わり。うん、で、船の上でバーベキューもする。うん、やった、いいいいよね。え、いいんだけどさ、待って、それはさ、うちらにもさ、出場権あんの？ないよ。え、ないんかい。ない、2人でってこと？みんなそうじゃないの？え、もうみんなで。あ、わかった、はいはいはい、そしたら、はい、わかった、もう、なお子と2人っきりのデートって考えよう。あ、なるほど、今言ったで、人使っちゃいけないってことね。そう、そう、はい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 、なるほどなるほど。本当はマイケル・ジャクソンとか呼んでライブとかもしたかったけど、人使っちゃいけないってやめた。はい、実現不可能だ。はい、決まりました、決まりました。じゃあどうぞ。はい、ラスナはもちろん誕生日当日に会いたい会いたいけど、そこはまあ100歩譲って、まあ、前の日でも後でもいいけど、とりあえずやりたいことは、まず、ナオコって車運転するの好きやから、ナオコに運転してもらって迎えに来てもらって、まずそしてナオコの車でナオコの家まで行って、で、ナオコが好きな食べ物をナオコが作って、で、ナオコが好きなケーキをラスナはまあ前もって準備して、それは買ってっといて、で、ナオコが作ってくれた料理を2人で一緒に食べながら、まあ、好きな映画でも見て、こう鑑賞しながら食べて、そんで、その後に、サウナに行って、サウナやから、うちら。そんで、一緒にお風呂に入って、もう語りまくって、そんでその後に帰ってきて、デザートを食べて、そんで、誕生日おめでとうってプレゼント渡して、寝る。選ばれなさそう。なおこおめでとう、おやすみって。誕生日にそんな独り占めすんなよ。だから誕生日100歩譲って、誕生日の前日か後って言ったよ。ね、帰ってくるか。はい、次、どう、次は鼻くそ太郎いく。あ、鼻くそ太郎はまず朝起きて朝活する、なおこと。うんうんうん。で、今ラテハマってるから、うん、お店じゃなくてお家でラテ入れてあげて、うんうんうん、それで朝散歩して海見に行って、わ、沖縄にいるバージョンね。あー、沖縄バージョン。一緒一緒、うん、それで、うん、シュノーケルとかしに行って、マリンスポーツしに行って、ずる。その後しっかり、ねえねえ、アスナ出場権ないから、ね、分かったそれでお風呂入った後は次は沖縄そば食べに行って、そしてもう解散早いね、結構三泊なんだ、あれだね。理由はあんまり時間を、ほら、あんまりないさ、時間は、人って。しかも沖縄にいるから。だから、もう短時間で濃密な時間を過ごす作戦。なるほど。そう、絶対選ばれる、これは。それ選ぶわ。いや、私も補足した。ちょっと待って、まだ喋ってないから。いいから。補足早いだろ。補足どうぞ。はい、補足。ほら、トークはさ、沖縄だったじゃん。で、私はフロリダかカリフォルニア、どっちか。え、それ、言ったらダメだよ。それは譲る。え、じゃあ私、イタリアか、スペイン。いや、だから、譲る。はい、じゃあ、明日、明日、明日。はい、はい、はい、はい。日本、日本。いや、沖縄、日本だし。日本。だって、なおこっち設定やもん。確かに。でいいよ、はい、私じゃあ、分かった分かった、はい、もうシンプル、温泉旅行、はい、おー、言わせろ言わせろ、さっきのやつ考えたらおかしいだろうよ、さっきに言わせろ、はい、分かった、朝、誕生日当日に何本日行って、お誕生日までとって100万円渡す、おー、それ最高、もう絶対最高、さすがよ、え、てかよ、よじゃねえか、絶対選ばれるそれ、はい、え、私は、時間、人の時間は奪いません。おー、やっぱ100万円か。誕生日当日に温泉旅行1泊2日宿泊券送る。
終わり。で、さっきと一緒に行くの？いや、だからもう行く人は自由。選んでいただいて。はい、はい。だからさっきがそれを送って、ナモとリョウとアスと4人で行ったらいいよ。イエーイ！入ってんの私。ありがとう。さっき抜いた3人と、ナオコってこと？うん。来て、それは自分で出してきて。イエーイ！しかも2名宿泊券はだから直子が選んでいいの。もう1名は、なるほど、ね、3名4にしてよ。なんでそこうまみもらおうとしてるの、わけわかんないんだけど。 5にしたらみんなでいけんで。え、さっきはいいよ。で5番目誰？え、さっき。ああありがとう。喜んだ私なんだ。うん、もちろん。だからちゃんとさ、直子のさ、ハッピーバースデー歌って終わろう。最初歌ったじゃん。もう一回。待って、最初歌ったじゃん。韓国語で。じゃあ、行くぜ。しーじゃ、せんりちゅうかはんにだー。じゃあ、ザーニーザーサー。ハッピーバースデー、ディアナーコー。お誕生日、おめでとう。さっきはドイツ語のハッピーバースデーないの？あると思うけど、フランス語しか歌えない。じゃあフランス語。フランス語、フランス語、待ってフランス語、韓国語、アス韓国語、ジョージ。あ、分かった。だからワンフレーズずつ歌えばいいって。あ、いいよ。韓国語バージョン、フランス語バージョン、英語バージョン、日本語バージョン。日本語バージョンって何なんこれ。日本語、はい、日本語、はい、はい、じゃあ、りょうから、じゃあ、りょうからいく。いいよ。さっきからいく、たぶんて。え、さっきが一番って。じゃあ、アスナ一番いくわ。せんりちゅっかはんにだってやるやん。で、韓国語で歌うかと思いきや、りょうが誕生日おめでとうって言うやん。はい。で、次ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアナオコのところをナホカさんが言って、で、ハッピーバースデートゥーユーをナオコ、あ、先かナホが言う。オッケー。うん、だから、アースナ、リョウを、ナホカ先どっち？先一番にして。さっき、違う、一番は韓国語じゃないと思んないから。私、リョウくん最後が絶対面白いと思うんだけど。うん、じゃあ、リョウ最後にしよう、4番目にしよう。え、待って。おめでとう。待って、なっちゃん。3番目。誰がどこ行くの？え、さ、アスが1番？1番。アス、さ、アホ？リョウ？うん。うん。え、待って、さっきの2番目はさ、英語でってか、普通に言ったら、ハッピーバースデートゥー、ハッピーバー、待って、どこ歌うの？だから、ハッピーバースデートゥーユーやっても。あ、オッケーオッケーオッケー。わかった？お、お、フランス語で歌うんだよ。いいよ。行くで。Thank you.